俺は今とあるヤクザ事務所に来ている。よく来たな。ははい。30歳を過ぎてもハングリやってた俺は、去年店長と喧嘩して20年勤めたバイトをクビになった。そして他に何もできねえ俺は、知り合いのステレヤクザ事務所に所属することになったのだ。だが一人前のヤクザになるには、いわゆる部屋住みという使用期間を得なければならなかった。ここ汚れてんぞ。はい。掃除洗濯などの雑用、兄貴分たちに怒鳴り散らされる日々だが、苦節半年、俺はついにここまで上り詰めた。そう、俺の使用期間がついに今日終わりを告げようとしていた。悪いが、組長は別のしのぎで忙しくてな。え、兄弟杯だ。今日は俺が代わりに杯を交わしてやる。こいつを俺と交わせば、お前は今日から俺たちの家族だ。これが兄弟杯。どうしたオラ、ひよってんのかこら。いただきます、いただきます。そしてこれで俺も今日からヤクザだ。数日後、いちごクレープください。はい、お待ちください。僕は天池住高、僕のパパのクレープ屋は大人気なんだ。パパ、いちご一つ。了解。これ34番のお客さんに持って行ってくれ。はい。あ、ローリーさん、ご注文は？今日はチョコバナのクレープにトッピング増し増しでお願いします。はい、いつもありがとうございます。ローリーさんはうちの常連で、いつも美味しそうにクレープを食べてくれる。うー、今日も美味しいです。住高くん、あ、みんな来てくれたんだ。お前んちのクレープがどうしても食べたくなってさ。みんないつもありがとな。今日はトッピングサービスだ。わーい。毎日忙しいけど楽しい日々を送っていた。そんなある日、突如パパのお店の隣にクレープ屋さんがオープンした。パパ。おお、ずいぶん急だな。ははなかなかいい眺めじゃねえか。よし金吉、機材の搬入だ。わかったよパパ。隣のお店から現れたのは、同じクラスの高貝金吉くんだった。金吉くん、びっくりしたよ。君のパパのお店だったんだね。ああ、住高、今日から隣で営業させてもらう高貝だ。一つよろしく頼むわ。よろしくお願いします。クレープ屋は儲かると聞いたもんでね、副業で始めてみようかと思ってな。そうですか。まあ、なんかあったら相談に乗ってくれや。はあ。そんなわけで、金吉くんのパパのクレープ屋が営業を開始した。さあいらっしゃい、絶品クレープがあるよ。もっちり生地にとろける甘さ、ここでしか食べられない絶品クレープだ。さあ、寄った寄った。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。すごい張り切ってるな。住高、これ24番さんに持って行ってくれ。うん、だけど。全然客が来ねえじゃねえか。どうなってやがんだ。アップルカスタードください。チョコバナナ一つ。はいはい、ちょっとお待ちくださいね。あいつらのせいなんじゃないかな。あいつらが俺たちのお客さんを取ってるんじゃ。そして次の日から、なんだか様子がおかしくなった。はい。ああ、お隣の、どうかしましたか？オープンしたてで生地が足りねえんだ。分けてくれねえか。あとバナナとイチゴも分けてくれたら助かるんだが。すみません、うちもうちの店の仕込み分しかないもので。そうパパが断ったその時。だからその分をよこせって言ってんだよ。俺のパパはヤクザだから言うこと聞けよ。パパ。わかりました。しぶしぶ食材を分けてあげることになったんだけど、異変はそれだけじゃなかった。ちょっとそこのお姉さん。ん？何してるんだろう。あのクレープ屋に行くのはやめといた方がいいですよ。は？はあ。あそこのクレープ、賞味期限がとっくに切れたフルーツを使ってるみたいなんですよ。金吉くんのパパは根も葉もない悪い噂を流していたんだ。この間なんてクレープにビニールのかけらが入ってたり。その点うちの店のクレープは安心安全でとっても美味しいですよ。ささ、こちらへ。パパの作るクレープにそんなことあるわけないじゃないか。僕はいても立ってもいられなかった。これじゃあ金吉くんたちのやりたい放題じゃないか。パパ、やり返そうよ。僕たちも一泡吹かせてやるんだ。だけどパパは。見ろ、住高。え？美味しい？お客さんの笑顔が一番なんだよ。小さいことで事を荒立てて騒ぎでも起こしてみろ。きっとお客さんはいい気持ちはしないだろう。
わざわざ足を運んでくれる人たちの笑顔を奪うことは絶対にできない。パパ、だけどもそれからも金吉親子の好き勝手は続いて。あ、これうちの商品とそっくりじゃないか。商品を丸パクリされたり、あれ、昨日仕入れたマンゴーがない。新商品マンゴークリームはいかがですか。食材を無断で使われたりした。その結果うちにお客さんが来なくなっちゃったんだ。どうしてだよ、卑怯な手ばっかり使って。パパ、なんとかしようよ。今日はもういいぞ、家の中でゆっくり休んでなさい。パパ、いや最近忙しくて肩が凝っちゃってさ。どうしたの。俺のパパのクレープ屋が大人気で大変なんだよ。俺手伝いしてるからさ、疲れちゃって。それに引き換え住田監督は暇そうだから羨ましいわ。まあしょうがねえか、俺んちのクレープの方がうまいってことだからな。金吉くんは学校でもしきりに僕にマウントを取ってくるようになった。このままじゃダメだ、なんとか巻き返さないと。あれ、何やってるんですか。あ、ローリーさん、僕のお店に全然お客さんが入らなくなっちゃったから、お客さんを取り返すために作戦を考えてるんです。パパはことを荒立てたくないようだったけど、僕は悔しかったのだ。すると。私も手伝います、ここのクレープ大好きですから。ローリーさん。それから僕とローリーさんは協力していろいろな手を打ち出した。どうかな。もうちょっとシナモンが多くてもいいかもです。新商品の開発に。うん、いい感じだ。 SNS で宣伝活動、それにパパ、看板も新しくしてみたらどうかな。こんなのだと目を引くと思うんだけど。住田か、お前。絶対にお客さんは戻ってくるさ。だってパパのクレープの味は本物なんだから。すると。やっぱりここのクレープが一番だよね。はい、お待ちください。パパ、チョコバナナ一つ。はいよ、ロリちゃん、これ33番さんに。はいです。だんだんとお客さんが戻ってきたんだ。やっぱり僕たちの思いがお客さんに通じたんだ。はい。だけど次の日、衝撃的な光景が僕たちの前に広がっていた。なんだよ、これ。俺の店が。きっと、金吉くんのパパの仕業だよ。ご名答。お前ら目障りなんだわ。もうクレープ屋畳んでくれるか。おら、おら、邪魔なんだよ、邪魔なんだよ。僕は、腹渡が煮えくり返る思いだった。パパ。こんなことされても何にも言えねえんだ。情けないね。おい、どけ、金吉。蹴りっていうのはな、こうやるんだよ。おら。次の瞬間。もう許さねえ。え？するとパパは金吉パパにゆっくり近づいて。なんだよ。あ、やんのか。その看板は俺の息子が一生懸命作ってくれた宝物なんだ。パパ。そして。おら。こんなもん、へえでもねえわ。言葉とは裏腹にかなり効いているようで、金吉パパはフラフラになった。さらにパパは追い打ちをかけるように言ったんだ。お前、俺の組の新人だよな。え？ちょうどその時、黒塗りの車が数台やってきて、ヤクザさんたちがクレープを食べにやってきた。ちょうどよかった。兄貴、こいつ生意気なんでやっちゃってくださいよ。俺に手を出したんです。おい、終わったな。お前、この方たちは俺の所属する組の先輩方だ。こんな小さい店潰すのなんて簡単なんだぞ。やった、かっこいいよパパ。だけど。なんだか荒れてるようですけど、組長、なんかあったんですかい。組長。こいつが俺のしのぎの邪魔しやがってな。組長、しのぎ。悪いが、組長は別のしのぎで忙しくてな。別のしのぎって、クレープ屋かよ。あちゃー。そう、パパの本職はヤクザの組長だったのだ。金儲けのために作ったクレープなんざ誰も食わねえんだよ。てめえは今日限りで破門だ。そして俺の店で使用だ。そんな。翌日。おい、
なんだそのイチゴの切り方は。へい、すんません。それから金吉くんは学校でもおとなしくなったのだった。